形にするために、ヒーローになるために、ピンチに力を発揮する A 組か、堅実に全体を底上げしている B 組か、楽しみだ。 A 組 VS B 組、初めての合同戦闘訓練、バキラが黙れ、勝負は必ず完全勝利、行くぞ。大丈夫、絶対勝つから。突き上げたナンバーワンが指さす空の彼方、今よりも高い景色が見たい。別に見くびってたわけじゃないけど、これがヒーローか。僕らはヒーローになるためにヒーローらしからぬ立ち回りをしなきゃならない。もっと強くなってんぞ。誰も俺を止められない。なりたい俺になるために。思い出すだけで何でもできる気がしてくるんだ。常に心に原点を。失礼。切っといてくださいよ。早速のご連絡ありがとうございます。お前に聞かれてから思い出したんだがよ。聞いてくれよグラントリノ、昨日変な夢見てさ。夢？そいつが私を見て言うんだよ、まだその時ではないと。ありがとうございます先生。まだその時ではないということは、いつかはやってくるということ。緑谷君たちのフォーメーション、第4セットの爆豪君たちと似てるな。ただ二郎係。はい、索敵係ね。がいない分、緑谷が爆豪以上の働きをしなきゃだね。来た物まく。爆豪君の活躍を見た後で君を警戒しないわけがない。その一方でクレバーな人間はこうも考える。さっきの彼の強さは他の3人によって引き出された。先に潰すべきはその3人だと。煽ってくるな。困ったな。柳さんの個性を。なんかくっついた。足取って。柳さんのポルターガイスト。ツインインパクトファイヤー。彼の友人なら教えてよ。爆豪君さ、なぜ彼は平然と笑ってられるんだ。ヴィランに捕まって平和の象徴を終わらせた張本人がさ。なんだ、逃げた。アイザーク、ブラド、止めた方がいい。落ち着け。止められない。シーボク、ブラド。何を問う。また戦えるって楽しみにしてたんだぜ。祈りや、俺と戦おうぜ。時間は限られてるみてえだ。よし坊主よ、お前が今出した力は俺の個性さ。さっき捕らえるか掴む、そう思ったんじゃねえか。俺はいい個性さ。だけどな、この個性もまたワン・フォー・オールに蓄積された力が上乗せされ、俺の頃より大幅に強化されている。いいか、怒りのままに力を振るえば力は応える。肝心なのは心を制することぞ。お前にはこれから6つの個性が発現するぞ。頑張れ坊主、ワン・フォー・オールを完遂させるのはお前だ。デック君、ピンと痛くなかった？なんともない。ラナガさん、傷が。解除ファイヤー。聞いた、ファイヤー。肝心
心を制することぞ。弾がいっぱいいっぱいだ。オールマイト、少し様子を見ます。相沢君、何を。第5試合継続します。